券売っていうのはですね、あの昔ながら落城させるために戦いの踊りでございます。だからあの剣持ったり薙刀持ったり、そういうような勇壮の、まあ、踊りなわけですね。この剣売というのはあの激しい踊りでしょう。だからその辺が他の踊りよりもあのいいのかなと。あの刀を持って組踊りなんかやるんですよ。やっぱりだから激しい踊りだし、その辺が魅力的だなと思っています。あの昔から踊っているその格好をそのまま伝えようとしてやってるわけです。やっぱり伝統だからね、この180年の思いというのはやっぱりね、我々の時代でなくしたくないっていう、だからどうしてもあの下の方からこう後期者が出てくればいいなと思ってね。